皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。前回のソリレーシング、結果はなんだっけ。まあ過去はただの過去です。未来を準備するのが現代人の一番大事な要素です。じゃあ2番目の競技はなんだっけ。え、今のは誰？何ですかこれ、こんなクソみたいな大会。じゃあ私も近くの遊園地に行こうか。皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。私は今 VR 遊園地にいます。今回はなんと初 VR 実況です。しかし私のノートパソコンがクソなのでフレームが少し低いです。どうぞご了承ください。はい、楽しい。ではそろそろ本番に行きます。クラウンペインター、なんか水鉄砲を使うゲームみたいですね。ああ、FPS 出力は大丈夫なんですが、VR ゲーム出力はまだ初心者ですけど、とにかく行きまーす。得点。何ですかこれ。もう少し距離が近かったらよかったのに。そうです。回答は距離でした。この距離ならいいかな。これが、VR ゲームの特徴であります。ふふふ、こういう時は広い部屋か長点となりますね。12点、完璧です。ふふふ、じゃあ次のゲームは何ですか。これは、ロビンフッドですか。これは、矢に火をつけて撃つゲームですね。完全にカンパしたぜ。まず4点はと。4円のぬろパラ。1点と2点は、イージーだからパス。내활은백발백중이다うえー、もう一回挑戦すれば。何ですかあれ、無敵の的。もう時間がないんですよ。うおお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 、残りの的はもう一つ。残った時間は5秒。お願いします。スライキだスライキだ。気がついたらブザービーター、そして満点です。イエー。おー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 、友人の剣をくれ。容疑ネガデンだ。つまんない、スキップ。おや、これはバスケですか。面白そう。うふふ、しかし一つ、ただ一つ問題があります。運動神経が0点です。もっと距離が近かったらいいのに。距離？そうです。もしかして椅子を使えば、こんな感じです。じゃあ行こうか。なんか姿勢が少し不安ですが、なんとか答えてみます。待って、距離が少し遠いですが、これやば。ああシバーシバー Holy fucking Jesus.皆さんこんにちは、病人ゆかりです。いや、椅子から落ちる気持ちはなんていうか、超痛いです。まだ残ったゲームは2つですから、もう少し頑張りましょう。まさに負傷闘魂ですね。あはは。っていうかこれなんですか、このぬるぬるタコースさん。They called me 47. こういう時にはやっぱりハメです。これが、VR ゲームの弱点です。目に見える全ては全部仮想のもの。つまり、目の前のテーブルもどうせ仮想のテーブルです。チートすげえ。
これはボクシングゲームですか？死の匂いか。よし、いつでも来い。友人の剣を食え。ああ、しばVR 世界は人類にはまだ早いジャンルです。とにかくただいま、早く次のゲームをやろうぜ。何이렇게눈을뻘이쏘고있는데거짓말과사기를친단말이야야그래